2015年青森県知事選挙は、青森県の主張である県知事を選出するために行われた選挙である。2015年6月7日に投票が行われた。現職知事である三村慎吾の人気満了に伴って実施された選挙。4期目となるため自由民主党本部は推薦しなかったものの自民党県連や公明党が推し4選を目指す三村に対し、 日本共産党や社会民主党が押す大竹、進むによる政党対決の色合いが強い選挙戦となっている。なお2候補による一騎打ちは1979年以来36年ぶり。選挙戦では全国再開となっている平均寿命の延伸、産業、雇用、農林水産業の将来像のほか3期12年に渡る三村憲政への評価も問われた。 立候補を届け出たのは二人のみであったため、三村と大竹の対決となった。また、両名のせいにちなんで、サマーズ対決とも一部では言われた。自民党県連と公明党は、現職知事の三村を推薦。共産党と社民党は、反革年団体代表の大竹進むをしている。民主党は、独自候補の擁立を断念し、自主投票とすることを決定。生活の党と、 山本太郎と仲間たちも自主投票の方針を決定しているが、共同代表で参議院議員の山本太郎は個人として大竹支援を表明している。開票の結果、現職である三村慎吾が35万票余りを得て、12万票余りに止まった大竹進むに大差をつけて4選を果たした。当選した三村は今回県連推薦となった自民党が、 過去3回の知事選と同様の支援体制を取ったほか、公明党や講演会を加えた組織選挙を展開。知事としての高い知名度で選挙戦を終始リードし、県内市町村長のほとんども三村支持を表明した。得票では、前回得た349,274票より6,640票、悔し、 自己最多となった7年選挙における35万1831票も4083票、上回った。敗れた大竹はボランティアを中心に、共産党や社民党が支援。知名度不足は否めなかったが、地元の津軽地方を中心に得票を集め、半身村票の一定の受け皿となり、前回知事選で、 三村の対立候補2名が得た計119,346票を8,179票、上回った。投票率は43.85%で前回、選挙よりも2.33%ポイント上昇した。ものの、過去3番目に低い投票率となった。当日有権者数11、111,484人、最終投票率 43.、43.85%。 ありがとうございます。